自由民主党自由民主党総務会総務会,総務会自由民主党総務会自由民主党総務会は自由民主党において党大会両院議員総会に次ぐ党の意思決定機関であり常設機関としては党内最高意思決定機関である定員は25名議長は総務会長が務める自由民主党の総務会は25名の総務をもって構成され 党の運営及び国会活動に関する重要事項を審議決定する。とはいえ、総務会が党の役員会に決定を一任する事例もある。幹事長をはじめとする党内人事の指名に関する承認権限も持っているが、事前に総裁に一任するか、追認する事例がほとんどである。定員は1960年以降、長らく30名であったが、2001年に、 奇数の31名に増え、2009年の第45回衆議院議員総選挙において自民党が大敗し大幅に議員を減らした際に25名に減員した。2012年の第46回衆議院議員総選挙において対象し大幅に議員が増えたが定員は据え置いたままになっている。与党時代に内閣が国会に提出する議案は閣議決定前に 総務会で事前承認されることが原則となっている。これは赤木宗則総務会長が池田内閣の大平正義官房長官への1962年2月23日付の申し入れがきっかけとなった。総務会で可決された法案には討議拘束がかからないとする胸の文言がある場合を除いて闘議拘束がかかる慣例となっている。また、 党則では、総務会は、多数決が明示されているものの、党内に亀裂を残さないために事前に、オブザーバーに当たる総裁や、幹事長など党幹部の同意を得て、全会一致を原則とすることが慣例化されている。ただし小泉純一郎が総裁に就任してからは、総務会による事前審査なしでの政府案提出や、多数決による採決が行われることもないわけではない。 総務会決議による、党議拘束を解除するには、党則によると、党大会もしくは、両院議員総会における議決が必要であるが、過去に、例はない。党運営について、重要な点は、総務は、党内各グループから均等に選出される傾向があるため各グループの代理人と言えること、また決議が、全会一致が慣例となっていること、 議題に反対する総務がいる場合は反対意見を述べた上で退席し形式的に全会一致としていることである。これにより次のような効果がある。まず、総務を通じて、党内各グループの了承を得なければ、予算案や法案を提出できない点がある。次に総務を通じて、グループが反対意見を表明できることから、グループ間の決定的な亀裂を防ぐ効果がある。 また総裁が党内の信任を失った場合、総務会を通じて、党議拘束等で影響力を行使できなくなるため、両院議員総会によらず早期の退陣を促す効果がある。総務は自民党を党則第39条により次の1から3の定めるところによって選任すると規定されている。党所属の衆議院議員の公選によるもの11名党所属の 参議院議員の公選によるもの8名総裁の指名によるもの6名2019年11月5日、現在総務会長は総務会の議長を担当する。幹事長、政務調査会長、選挙対策委員長と合わせて党四役と呼ばれる。党の総合戦略調整機関である役員会に参加できる。総務会長は、党職上は総務の中から選されるが、 議事としては総裁への一任で決定されている。複数の有力派閥等の調整を経た上で、選出されるケースと、ほぼ総裁の一存で選出されるケースがあり、党内事情において決定される。任期は1年であり、任期途中で辞職した場合は、新任者の任期は、前任者の残任期間までである。総裁が新たに選任した場合は、在任期間にかかわらず、 総務会長の任期は終了となる。退席を除き全会一致が原則である総務会を円滑に取りまとめるため総務会長には調整型や長老級の政治家が多く起用される。党をまとめる裏方の業務のため党のスポークスマンと見られやすい幹事長や政調会長よりメディア露出は少ない。そのため党三役の中では後に総裁となった例が 最も少ない。自由民主党以外の政党では、改革クラブが総務会を設置していたが、2010年の党名変更に伴い総務会長の役職は、事務総長に名称が変更されている。民主党は1999年に次の内閣の設置に伴い総務会を廃止した。ただし、都議会民主党は総務会を設置していた。他には、 自民党の前進政党や、かつて存在していた、新進党や新党を先駆け、保守党、自由連合が総務会を設置していたことがある。2018年に結成された国民民主党では、総務会が設置された。これは、前進である民主党や民進党では、常任幹事会で決めた方針に従わない議員が出て、混乱に陥り、決められない党と批判された経緯から、 自民党の方式を取り入れて政策決定システムを整える狙いがあった。公明党は2014年の党大会で党規約を改正し、中央幹事会を常設の最高議決機関として明確に位置づけ、中央幹事会会長の職を新設した。この中央幹事会会長は自民党総務会長にあたる役職である。他の政党では党幹部による会議の決議によって、 闘技拘束をかける政党が多い。ありがとうございます。